何かお困りですか？이거는 깨겠지. 고대 에리시아 문명의 신전의 이색には 이마다 多くの 謎や 財宝が 残る. 신만의 이니시아의 드라곤이 문명을 일시에 滅ぼしたと 伝えられている. 君たちが争いの場に駆けつけると、バーバリ誰とも組まないローランは、主に、さて、君。벌써 왕이야? 메디우사의 瞳에 주의가 필요하다. 그 瞳을 노도치는 사람은 지구와 같이 적과를 避けるには 비라카레다 메니 세를 向けて 그녀를 위협하는 것입니다.
있어요. 石と化し粉々に崩れ去った。彼女の犠牲となり石像として姿をさらす者たちの無念も。君たちは緑の。 西へのドラゴンを倒すためには、あと7つのタリスマンが必要だ。何かお困りですか？安らかなる眠りを。 いらっしゃい。どれにするの？ この地下迷宮は魔法使いウォレスが一夜にして作り上げたものだ。罠と魔物だらけの迷宮の奥には巨人族が現れているのだ。
力だ。楽勝。罠が作動し、魔法の力で扉は閉じられた。スライムは炎に弱い。壁の松明が使えそうだ。どこかで金属の落ちる音がした。扉を開くための魔法の鍵を手に入れた。突然一匹のネズミが彼の管理する魔法。さて、君たちは迷宮がサイクロプスたちを捕らえておくために作られたのだと知った。鍵を持ち去ったマジックスを追いかけろ。目的は牢獄の扉を開くことに違いない。Yeah!
踏み潰された魔術師の死体のそばに奪われた鍵が落ちている。踏み潰した相手は一目瞭然だ。すでに牢獄の扉は開いている。サイクロプスが押し寄せる前に扉を閉じればまだ間に合うかもしれない。牢獄の前にあるタイヤが鍵を刺し、牢獄の扉は閉じる。牢獄に再び鍵をかけ封じることができた。魔法使いの弟子は大喜びし、働きに見え。君たちは水のタリスマンを手に入れた。와우. 이니시에 노 드라곤을 타오스 타메니와 아토 6츠 노 타리스만가 필요다.
아이고. 마요에르 모노요. 난노 요카나? 아, 그냥 버려야겠는데. 이크. 오요비카시라. 의대가 나르제 이크. 점점 비싸져. 예, 帝国に築かれた地下要塞は現在多くの軍勢の制圧下にある。 この国境の要衝を奪い返すため、国王軍の激しい攻撃が続いている。 君たちが踏み、どうやらさて難攻不落のガーゴイル門に突撃した国王軍は多くの犠牲を出し、君たちは国王軍と共に戦い、その門の突破を試みることにした。
君たちは両軍の砲弾が飛び交う激戦地に足を踏み入れた。この先にあるのが悪名高きガーゴイル門だ。強固な門は大砲でなければ破壊できない。国王軍の大砲を使うとか。国王軍は次の大砲の準備を始めた。
地下要塞の重要な門を制した君たちを国王軍の兵らは称賛した。要塞奪回まで戦いはまだ続くが、君たちは代々のタリスマンを手に入れた。イニシエのドラゴンを倒すためにはあと5つのタリス。今日はどんなご用？どれにするの？どれにするの？何かお困りですか？安らかなる眠りを。出番ね。さて、行くわよ。よげそ。迷いの森は来た道を見失うほどに同じような森林がどこまでも続く。森から出る道を知るのはこの森に隠れ住む忍者だけだという。異様な気配に森を、さて、君たちは忍者に教わったように地底湖を船で行く。この水路を行くのが迷いの森を迷わず抜ける安全の道だそうだ。
헷갈려 씨. 渦に飲まれれば船は粉々になってしまうだろう。うまく渦を避けろ。ゲイザーの一つ目に見つめられれば魔法は全てかき消えてしまう。Thank you.
君たちは二次元から来た魔法生物ゲイザーを倒すことができた。安全な道だと言われたが、これほど危険な道もそうあるものではない。来ているぞ。お願いします。古代エリシア文明の神殿の遺跡は未だ多くの謎や財宝が残る。神話に残る古のドラゴンがこの文明を一夜で滅ぼしたと伝えられている。おや、아이, 너 왜 왔어? 아.
진짜 君たちが誰ともさて ハーピーは見た目とは裏腹に旅人や冒険者を襲う残虐な怪物だ出くわさないに越したことはないの軍勢は水路を通ってやってきているようだ積み荷も船から殺されたのか知らせてくれるわ。
巣が他にもいくつかあるようだ。他のハーピーに出くわす前に君たちは先を急いだ。迷えるものよ。何の用かな？戻ったか。
아이고. 아, 잘못 눌렀어. 계곡에 기스카레타 지카 요사이와 현재 오크노 군제의 세압카니 아르. 코노 국교노 요쇼오 우바이 카에스 타메 독우오군노 하게시이 고객. 広い地下墓地には折り重なった白骨がどこまでも続く。かつてはこの辺境が栄えていたことを無数に転がる屍だけの物語。暗闇の中から騎士はさて君たちが通路に入ると騎士は煙のようにかき消えてしまった。恐るに一番飛ばされ暗闇の中からインシデンの不安が君たちを包む。Thank you.
死神に抗うとすれば、女神の救いに頼るほかはない。原始像の照らす光だけがレイスの弱点をさらけ出す。聖なる光が灯り、レイスの唯一の弱点である無限の心臓をさらけ出した。聖なる光が灯り、レイスの唯一の弱点である無限の心臓をさらけ出した。君たちは無限の心臓を打ち破り、レイスを冥界へと送り返した。命と対である死は滅ぼすことはできない。君たちは木のタリスマンを手に入れた。